はい、皆さんこんにちは、ジジイです。はい、今日はね、戦力外追放になっていたこのエスピットのミニストーブラージね、これに少し手を加えてほったらかし炊飯にね使ってみました。はい、少しね、手を加えた箇所は、ウィンドシールの役目と、熱エネルギーをね、逃がさない工夫になります。はい、使う固形燃料は、3つ100円の1つ 30g の固形燃料で、これ1つでね、ご飯が炊けます。はい、この部分からね、炎が逃げないようにしました。丸いクッカーやったら影響ないんですがね、メスティみたいにね、四角い場合はね、炎が逃げないようにね、考えました。はい、それではね、今回も、作る工程をね、はい、少し動画にしてみました。はい、使うのはね、0.6 ミリぐらいのね、アルミの板です。はい、アルミのね、保護シールはね、これぐらいまでめくって、定規を当てても滑らないように使います。この押しピンでね、切ってる最中にアルミが動かないように、位置決めをします。切るときに使う道具は、金床ではなくして、オルファーの P カッター L 型いうのを使います。塩ビとかアクリルの板をね、切るときに使う刃を使います。はい、このカッターでね、片面だけ20回ほど力入れずに削ぎ取って、折り目をつけてもらったら、はい、簡単にね、切り離せます。はい、次は万力にね、挟んでいくのですが、ラジペンでも大丈夫ですよ。アルミがね、ちょっと薄いので、力を入れずに、徐々にね、前を押したり、後ろを引いたりね、していくとね、はい、すぐに離れます。はい、次はね、R 部分を作っていきます。はい、丸いものを当てて、毛書きして、ニッパーで切って、ヤスリで整えていって、最後に耐水ペーパーですね。そういう順番に進めていきます。はい、最初からね、ヤスリで削っていってもいいのですが、2個ある場合とかは、やっぱし右と左がね、角度が違ったりするので、はい、基本を守ってね、丁寧にしていけばね、失敗も少なくなりますしね、はい、見た目も綺麗ですよ。はい、それにね、ヘタを使って、ワッシャーを前後にかまして、リペットで留めていったらフックができます。はい、こんな感じでね、作ってきました。そろそろご飯？あ、そう、そしたらご飯炊きます。はい、20分ごとね、つけ置きしたお米です。それに、干しぶどう、ターメリックを適量、カレーパウダーを適量、
い、そしてね、最後にね、レトルトのカレーを置いて、おもしにします。あとはね、固形燃料が消えるまでほったらかしでもね、はい、美味しいご飯が炊けますよ。はい、炊き上がったらね、保温パックで、10分ほど蒸らせば、美味しいご飯の出来上がりです。はい、このね、保温パック、古くなったね、フリースの上着ありますね。それの袖の部分を切って、ホックをつけて作ってみました。はい、今回も完璧です。1号のご飯を炊く場合、この赤いメスティンの蓋ありますね。これにすり切り1杯の水を入れると、だいたい 200cc でちょうどいい水加減になります。Sビットを使ったアウトドア料理、次回もよろしく。